こんにちは、うりさんです。 TBSK 毎週金曜日夜10時から放送のドラマ「ライオンの隠れ家」第3話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて最新リストをご活用ください。月額190円でメンバーシップも募集中ですので、よかったらご検討ください。さて今回は時系列の整理、朝顔動物園で、橘都市建設、ミオと X の関係、ギャラクシームーンという順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。時系列の整理。9月15日日曜日、橘省吾は会社に寝泊まりしていて、最近は自宅に帰っていない様子でした。天音が柊人が通っている水面保育園の職員に聞いたところ、若い男と不倫をしており、それで子供を連れて家を出たらしいという噂がありました。行方不明になる前、しばらく保育園を休むという連絡をしていたことも判明。葵のパート先のクリーニング店には3週間くらい前にパートを辞めたいと言っていたので、おそらく8月25日日曜日頃のことでしょう。葵はちょっと元気がないものの、夫婦仲は良く、正吾が店まで車で迎えに来ていたようです。葵とライオンくんが行方不明になったのは9月3日。葵がパート先の店を辞めたいと言い出したのが8月25日だとすると、その頃から葵は事件に巻き込まれていることを感じていたのではないでしょうか。保育園で見かけられた若い男とは X のことでしょう。葵は山中で必死に走っていましたよね。いよいよ身の危険を感じ、計画を実行したと思われます。つまり葵の失踪は X の協力を得て約10日間で練られた計画だと考えています。そして X と葵の関係ですが、正吾は平社員で葵はパートでした。なので X が探偵とか便利屋という職業だとしたら相当なお金がかかると思うので、葵が正吾と結婚する前に関わっていた人物だと考えています。9月5日木曜日、ライオンくんが家に来ました。ライオンくんが正吾から虐待を受けているのだとしたら、行政を頼りますよね。葵はその選択をしないで、ライオンくんにメモを出し、自分たちが失踪した上で亡くなったことにした感じです。9月7日土曜日、この日から X との連絡が途絶えたということは、 X がライオンくんが今置かれている状況が安全だと分かったから、盗聴器や GPS も仕込んであることから次の行動に出る準備をしているんだと思いました。そして X はさらなる協力者ミオという存在を見つけたので、今のところ自分からヒロトには接触しない、つまり茨城県には現れないということだと思いました。 X とミオの関係は後ほど詳しく触れたいと思います。9月12日木曜日、葵の血痕がついた衣服が見つかるというニュースが流れました。ライオンくんはシュートと呼びかけられて反応してしまったことを知らないと言ってごまかしましたよね。つまりあのメモに書かれている文章を理解し、葵との秘密を守ってるんだと思いました。そしてトラジーが渡した小1のドリルをスラスラやっていました。詳細に書かれたひらがなのメモの内容を理解している、小一のドリルを進んでやっている、本物のライオンを見たことがない、背中にあざがある、これらのことを考えると正吾から教育虐待を受けていた可能性はあるかもしれません。正吾は橘都市建設の次男ですが、幹部ではありませんでした。そのコンプレックスから教育虐待をしていた可能性もありそうですが、葵は遠く離れた茨城県にライオンくんを行政を頼らず隠す必要があるほど身の危険を感じていたのではないでしょうか。一方トラジーも葵の血痕がついた衣服が見つかるというニュースに反応していましたよね。葵は小森家に住んでいたので、トラジーと面識があってもおかしくありません。あれだけ何にでもマヨネーズをかける子供も珍しいので、トラジーも何かを察したようです。ヒロトは X に「この件ってあなたですか?行方不明って何ですか?早急に返事をください」というメッセージを送りました。葵は亡くなったことにしないといけないので、 X はメッセージを返すことができないんでしょう。しかしいずれヒロトはライオンくんの正体に気がつく。そこまで見込んでの計画なんだと思いました。9月13日金曜日、ミオを職場でヒロトがまた警察に相談することを考えていることと、朝顔動物園で9月15日までみんなの動物アート展が開催されることを知りました。朝顔動物園で9月14日土曜日、ミオがミチトに急接近した感じがしました。私は X が葵の協力者だと思っているので、8月25日あたりからまずヒロトがどんな暮らしをしているのか確認したと考えています。平日ヒロトは役所、ミチトはプラネットイレブンで作業、日曜日ミチトはさくらんぼ教室で勉強、そして X はヒロトが警察に届けたりしていないかを確認した後、ライオンくんの面倒を見てくれそうな人で連絡を取れそうな人を探したんだと思いました。それがミオなのではないでしょうか。そしてミオは明日ヒロトがライオンくんのお父さんに会ってこようと思うという情報を得ました。橘都市建設、前回の動画で議員が地上げと手を組んでいたとしたら大問題だということと、橘都市建設がリニアの工事を請け負っていそうだとお話ししたのですが、まさに橘都市建設は山梨県リニア駅周辺事業を展開しようとしていることが判明しました。代表は省吾の兄橘春一、対象の地域は原野区域。9月15日日曜日、説明会の会場で騒ぐ住民がいないので、あまねは相当立ち退き料がもらえるんじゃないかと言っていましたが、それは逆で、住民が売りたい値段ではなく地上げ屋により安く土地を手に入れる。それをやっているのが亀ちゃん。浮いた費用の何%かを地上げ屋に払っている。そして樺島という社員がヒロトと省吾の接触を邪魔しました。ミオと X の関係、ミオは X からの父親に会ったかどうか探ってくださいというメールに返信していました。つまり X は自分自身で山梨県に行き、ヒロトの後をつけることをしていないということですよね。 X が動き始めたのが8月下旬だと仮定すると、当然ヒロトの職場も探ったと思われます。 X が困ることはヒロトが警察に行くことと児童相談所に通報されることです。9月7日からヒロトと連絡を取らなくなったということは、ミオと取引をしたんだと思いました。つまり児童相談所には通報しない、ライオンくんの面倒を見る、ヒロトとミチとライオンくんの暮らしぶりを見守る、そのことをミオは守ると約束したのではないでしょうか。そして X にはわからないのがミチトという存在です。ミチトにとって何がパニックを引き起こす要因になるのか。曜日によって行動パターンは決まっているものの、ライオンくんとの生活は大丈夫なのか。要するにミチトを監視するために朝顔動物園でミオが急接近したんだと考えています。ギャラクシームーン、正午の行きつけの店がギャラクシームーンだと分かりました。先に店に入ってきたのが風貌から地上げ屋だと考えています。ヒロトは妻子が行方不明になっている人の顔かということに疑問を持ち、ミオに正午とは何も話せなかったこと、ライオンを返そうと思えないこと、もうしばらく3人でいようと思っていることを告げました。おそらくこのこともミオは X に連絡すると思われます。果たして正午も地上げ屋と絡んでいるのか、教育虐待をしているのか、葵と一芝居打っているのか、いずれにしても正吾が鍵を握ってそうですよね。9月16日祭日、葵らしき身元不明の遺体が笛の川で見つかったニュースが流れました。次回のあらすじにある新事実が明らかになるとあります。おそらく遺体は葵とは別の女性で、川で見つかったにもかかわらず死因が溺死ではなかったのではないでしょうか。さて皆さんはどんな考察をしていますか。コメントで教えてください。葵の生死が気になる第4話は11月1日金曜日夜10時放送です。チャンネル登録者数の目標を15,000人にしているので、登録まだの方はよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。